おはようございます。おはようございます。2日目？あ、ね、寝てないです。ね、2時間、2時間、4時間ぐらいしか寝てない。やっぱ時差はありますね。ありますね。来ましたよ。綺麗ですね。PGA。PGA。アーバーシュワーズ。はい。すごい、すごいね。あ、左です。はい、この番号はすごいね。いつも人いてあんま取んないですけど、今日人いない。今日人いないから、いっぱいチャンスですね。はい、それ黒ごまみたいな感じですか。これ大好き。まあ、ベーグル、実はベーグルが大好きなんで。でかいですね、なんか。でかいね。セサミ。セサミの方がいいかな、うん、年齢的に。実はボケはあるけど、やっぱお腹は空いてるんですよ。キッチンさ、キッチンエイド。キッチンエイドです。オートだ。びっくりした今。自然に。やっぱ最初はこう美味しそうに見えてきますね。もういいってなるよなこれ。そうなんですか。家で和食作ってくれる？朝ごはんですか。あ、でもあれか。あれの時だな。こういう感じでございますね。本当にザ・アメリカって感じですね。そうだね。で、ベーグル。はい。変えとかないと忘れようかな。Thank you. あ、美味しそう。美味しいっすよ。オムレツ。もう、このまま絶対頼むよね。こっち来ると。これ何入り？これはレブデンってマッシュルーム。え？マッシュルーム。マッシュルームとスピニッチ。スピニッチとオニオン。オニオン入れた。チーズ。向こうチーズも入れたの。はい。わ、すげえ。はい。スピニッチよく覚えてます。ね、散々食べたもんね。ケチャップ多めで。いただきます。はい。うまそうなんか。なんか栄養ありそうだねこれ。美味しい。どんな感じなんですか。テイスト的に。あ、ベーコンとか入ってるの？入ってない。ちょっと塩気あるの？あんまない。あ、チーズだね。チーズが美味しい。チーズも2種類入ってます、ね。2種類。まあ、何と何まで分かる。モッツァレラ。なんだろう。味があんまない。ちょっと酸味が効いてる感じです。酸味が効いてる、うん、スピニッチがめっちゃ美味しい。頼むの恥ずかしいし面倒くさいから、まあ、いつもスクランブルエッグにしちゃう。恥ずかしいですか。ちょっと恥ずかしいじゃん。どういう感じなんだろう。上から入れたいでフェースが開いてるのかな。そうそうそう、極端に言うとね。右で打てばいいっていうのも結局これと一緒じゃん。右にあるってことは深くてこっちで打つ。浅くてこっちってこっちじゃん。だから右前のここで打つってことはもうひねって。
けるかなって前立てよう立てようとしたじゃん、逆に寝せよう寝せようっていうのダメなのかな。珍しいね電車。でも昔の見たらこれぐらい寝てるわ。それで回していく。それでフェードアウト。全然もう普通にこれぐらいでいい。今こう上から入れる立てよう立てようって。じゃあいいかなと思ってだってもうそれしかやってないじゃん。下から来てたらバラバラなりそうじゃないそうだ、これ本当は2本あるんだけど。これで言ってもやっぱ俺こうだもんね。これこの線に対してこう左向くでしょ。左向くってことは開くよね。こう右向いたらさ逆に閉じるよ、はい、左を向いて全然スライスしないっていうのがいつも悩みだよね。普通こうアプローチの時で左向いたら手当てたらスクエアにならない。まあ、なると思います。このやつがめちゃめちゃいい範囲ですだけどちょっと手出てるからあのスライスしてないんで。どこ書いてあるの？打ち方とかやってるのこれぐらいだろ。何来る人こんなの別にスイングそんなに悩んでないでしょ。やること決まってて。
ワギいらないかなと思って。まあ、あんね。あんま気にしないかぞ、ボロダン。え？ボロダンのあんま気にしないかぞ。のぶちゃん、年の順で先行きます。どうぞ先輩。お先行く先輩。めっちゃいっぱい来たよ、人が。なんかね、よかったね。めっちゃいっぱい来た。はい、来い。ラフやばいじゃん。リンポ的なやつ。この長さで、先発越えたら。あーまあペタペタだこれ。こういうフェアウェイないよね、日本で。まあ、でも北海道これか。なんかペタペタしてる。薄いよね。ペタペタ。あれが続くと硬くなるやつ。右行くと9番と共になるんですね。1番ってあのニクラウスさんは気持ちよく打たせるからそんなにあの難易度はいいと言うけど、70ぐらい打った方がいいんだよ。もうコース下見行かれてますけど、うん、なんか特徴みたいのってあるんですか、ここのコース。グリーンが何面にも分かれてて、そこにショットを打っていかない、しっかりしたショットを打っていかないとバーディーチャンスにつかないっていうイメージ。なるほど。距離はそんな長くないんですけどね。去年の全米プロシニアのフリスコで行われたやつも、うん、グリーンのアンジュレーション結構あったね、あったイメージですけど、あっちの方がコースの作りがこうなんかダイナミックね。ああ、ダイナミック、新しいコースだし、うん、作り一個一個がダイナミックで、はい、はっきりしてたかな、どっちがダメとか。落とさないとこに落とさないと。ここはニクラウスだから、雰囲気的には日本にいなくもないっていう、うん、
あんまり、コネクションエリアって、はい、最近なんか言うけど、こういうツルツルで、でグリーンまで、8ヤードぐらい、はい、8ヤードでピン6ヤードとか、向こうサイドの方が短い、ショートサイドではないんだけど、こういうアプローチがやっぱり日本に。ないですよね、うん、めったにないかな。ちょっとなんかクラーとか、はいはい、うん、クラー太平洋御殿場がちょっとあるかな。でもやっぱちょっと違うんですか、なんかなんていう感覚と打ち方なの、分かんないです。ベタベタなのよこれ、ベタベタ、これグリーンみたいな、はいはい、グリーン上から、いや本当にそうですよ、うん、グリーン上からアプローチしてスピンもちゃんとかけなきゃいけないみたいな、うん、なんかボールあグリーンやってる、ちょっとでも外れると下まで転がっていっちゃうみたいな。大きく右に外れたらここまで行って、はいはい、この左足下がりまでこうやって来ちゃって、はい、でこうやって止まるんで、これでまた違うよね。この後もうキャリー無理だから、うん、ワンクッションさせてっていうのをちょっと練習踏みてあげる。グリーンの硬さとか速さっていうのはやっぱりメジャーだと速い、どんどん転がっていく感じなんですか。速いけど、硬くて速いみたいな感じにちょっとなってるかな。だから、A ソール、バウンスがない方のウェッジに変えて対応します。海外仕様。海外で日本でも2本、いつもローバウンスの方と持ち歩いてて、だって寄らないよ。
日本にないでしょ。ない。だからアプローチとか振り回るとか日本ないよね。ワンチャン北海道のコースでセッティングしてもらったらあるみたいな。そうそうそう。ホタルとかね。難しい。なんでボール止めたらいいんですかみたいな。平らならまだいいんだけど、はい、ですぐマウンドでちょっと高くなっててその向こう下ってて、うん、難しい。その手前のマウンドに当てて越えていくみたいな、はいはい、ピンの位置もやっぱそういうちょっと難しめのところになってくるんですかね。もうコースがここに切るみたいなセットになって なっててピンの位置と多分4箇所の手前とかこことかはいはい、コースデザインがそうなんです。なんか俺がいつも言うように日本の場合はもうコース特にこういうグリーンから変えないとダメ、はい、こういうのあったら面白いですよね。日本ここは後ろにこう下がっているでしょ、はい、でマウンド作ってあってこのアプローチ難しくしてあるので、で真ん中が一番高くて、はい、真ん中からこう下ってきてここに来やすくなるし、うんうんはいはい、だからちゃんとショット打てなきゃダメだし、ショットだとこういう難しいパットで越えていかにここのエリアに止めれるかって、だからそのピンとかだと多分ちょっとティーが前に出るかもしれないけど、そういうそのティーの位置を変えながらそういうことを結構こっちをしてくれるとかするっていう、はいはいはい、だから、まあ、ここまでこう刈り込んであるからね。普通日本でこの辺までラフなのね、はい、全部ガーって刈り込んでこっちまで刈り込んであるからミスしたボールがガーッとこっちまで来て、このペタペタのライからなかなかスピンかけるショット難しいから、うんだからこっち来るとそのもうちょいロフトのある、はい、フェース開いてカットでちょっと入れれなくなると、はいはい、そうやるとバウンスが弾くし、やっぱこうクリーンに入れるの難しくなるから、はい、手間が滑らすといいんだけど、うん、バンカーショットみたいにそれができないから60度とか61度、62度の選択で普通に打ってもボールがこう止まりやすいようなウェッジをやっぱ使いたくなるね。特に今回とかは、はい、60度とか62度とか欲しいなっていうローバーズの、うん、やっぱそこ、こっちの選手はそういうセッティングに慣れてますけど、うん、やっぱこう藤田さん的にはあんまり慣れてないみたいなところは、日本人はやっぱり慣れてないから、はい、だからうん、難しいよね。日本で育った環境とやっぱこっちの環境違うから、うん、でこっちに来て順応しなきゃいけないっていう、はいうん、だから打ち方自体が少し違う、ちょっと、うん、そこは藤田さん的に感覚的になんかちょっと変えてる感じだ、変えた、まあ最初は打ち方変えるの難しいから道具で、はい、ローバウンスにしたりロフトつけたりするブースドをもっとストレートにしたりとかするけど、はい、まあそれも限界があってやっぱりその上から打つとバウンスが弾かれてしまうっていうのにはあんまり変わりがないから、はい、でハンドファーストで上から入れてスピンを低いボールでスピンをかけて距離感出していくんじゃなくてもうほとんど地面と垂直でボールだけ拾ってそれで距離感合わせていくっていうなんかナチュラルにボールを止めるというか、はい、はあ、伝わるかな、まあ、ちょっとした違いなんだけど、ちょっとそうなんでしょうね。だけどそれがやっぱりやってないから難しくて、はい、風強いの。そうっすね、結構多分ラフかな、こういったもんね。運賃がこうってなっちゃった、まあ、長年の関係ちょっと曇りかと思ったもんね。
ずっと晴れですね。ずっと晴れだったね。公園みたいじゃん。駐車場あってベンチあって、あ、でも公園じゃん。いや本当海ですね。海外にこういう公園、すごい水、景色が綺麗。シャープ、めっちゃ伸びてきた。すごい。でもこれ自分たちが外国人だからこの景色に飽きないんですかね。どうなんですか。まあそうだよね。それは言えるかもしれないね。うん、またこう真新しい景色だから。はい、うん、で外国の人が日本に来たら日本はやっぱ素晴らしいって。そうそうそう。言ってくれるもんね。でも北海道行くとこういう雰囲気ちょっとある。そうそう、少々まだ行ってないか。行ったことないんで。まあ、行こうか。そう、北海道。首大丈夫です。首はね、左から右に移りました。ああ、でも自分なりにいろいろこう、はい、あのケアとかストレッチはして変化を出そうとはしてるけど、やっぱこの体だから、はい、急にはやっぱ良くならないよね。うん、うん、そうですね。なんかそういうのもだから、うん、うまくいかない、今まではうまくいきすぎてんだ。うまくいきすぎてる。いや、まあそう。そう、でもこうやって ね、うまくいかないのを、やっぱりこう、楽しむっていう、うん。うん。そういう、50超えたら、まあそういう、あれじゃない。大事だよね、まあ、そうやって思うことが。捉え方によっちゃ苦しくてしょうがないからさ、ね、え悩んじゃうぐらいこうやっぱりうまくいかないこともあるけど、で、あれも言ってました、あのサッカーの数も、うん、まだポルトガルの今2部リーグでやってて、うん、帰ってきて、うん、もう本当朝起きるたびに体が痛くて、今日練習できるか分かんないけど、分かんない、うん、まあそれも楽しみながら過ごしてますみたいな、まあ、まあやっぱりあの気持ちになるんだろうね、受け入れる自分っていうかさ、はい、きっとそう思 う、 いやもう楽しんだ方が勝ちだもん。分かる人にしか分かんないんだ。あ、そう、いや分かんないと思います。うまくいかないんだよね、やりにくいシチュエーションで。ここまでどうですか、ショットは。Thank you.
頼りです。ナイスショットです。いいね、タンパク質たくさんあって今日はね。見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて監視カメラの常識を超えていくジーカム。